どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃったっす。アリジョでーす。スイッチでございます。リスクオブレイン続きをプレイしていきまーす。はい。エンジニア。はい。ハントです。ちょっと、ムルティ。あ、使う？ムルティ。言ってらっしゃい。もう名前ムルティに合ってんのかな？わからない。ロボットの名前だからね、好きに呼んだらいいんじゃない？ロボットに関してはロボットに関してはもはやトットなど必要ない。そういうこと。あ、なんか結構ごついの出てきたわ。お前、何者だな、完全に。アストロニーヤじゃん、お前。 え、何落ちてた俺に。何これ、これ地雷じゃねえの、これ。おい、ふざけんなよ。うわー、癖が強い。これつい地雷捨てられたわ、俺この人に。俺、別に次出ても使わない。すごい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 、タレットだ。タレットはいいね。タレット、それ全アイテムを引き継ぐって言われてる。回収できんの、それ。全アイテムを引き継ぐ、うん、持ってるアイテム全部持ってかれるらしいぞ。そういうことなのかな。もうついちゃう、もうすでにそっちに行っていい。もうあんな嫌いな。あ、これシールド、これこれ、この子は大変だね、操作が。山ちゃん、あれ行くよね。はいよ。飛んでる敵狙い。ちょっと失敗なんじゃないか。いや、お前なんちゅうこと言うんだ。お前なんちゅうこと言うんだ。その時空気が凍った。失敗なんじゃないかって思う。前代未聞よ。ルナコインを拾ったことないんだ。あー、まあ、パレットが強いね。はい、これ。やった、ウィローダビス。安定なテスラコイル、10秒ごとに近くの全ての敵に衝撃を与える。あ、不安定な。すげえ、これアイテムだ。普通にあの強いアイテム、レアアイテム。あ、いらなかった。10秒ごとに、あー、俺の中のテスラかーって言ってビヨーンってなるらしい。へー、すごいじゃん。ほら、ビリビリしてる。ビリビリしてる。強い、火力は高い。 すごい距離、地雷まみれになる周りが。あ、あったぞ。もう始めちゃおうぜ。あれ、10分で行こうぜ、今回。そうね、はい、ゴーゴーゴー、回せー。おい、ふざけるんじゃねえ。あ、出た。飛んでるタイプとか一番俺がやりづらいじゃねえか。でも一応このシールド出しとくから、俺無敵だから。なんでその無敵だからって。あ、このシールドの中無敵だから。ちょっと待って、そのシールド俺も入れる。あ、誰でも入れますよ。どこ、シールドどこに。あ、もうなくなったから。おい、なんか切れた。しかもクラゲいつの間にか2ついるぞ。うん、山ちゃんだから。あ、やばいやばいやばい、痛い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 んです。死んじゃう。一応ね、多分俺のタレットがたげられてんだ、あれ。シールド、さすがに痛いんですよ。やばやば、これやばい。効かない、もうシールドだから。こいつマジ。オッケー、100とかだぞ俺。おお、ジャンプいっぱいできるよ。あ、痛い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 、死ぬ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 。ジャンプの回数大事だよ。落ちてるよ。一個もらった。みんな2個ずつ拾えると思う。ああ、そうか。いや、引き継ぐっていうか、別にアイテムがなくなるわけじゃなさそうよ。じゃあアイテムやっぱ能力を引き継ぐってこと。じゃあ俺の中持ってるやつってことか。あの、熱ペンが非常に低いです。あ、これやばい。てててててー、能力を引き継ぐだったら自分の攻撃力を持ったやつがもう一つ生まれるみたいな感じ。そういうことね。ただ、その場にしか。あ、もう OK になった。いきます。アイテム拾わない。あー、ダメです。10分目指します。あーれー、もう6分しかないですよ。実ちょっと無理な感感じますからよ。もう何もアイテム持ってないよ俺。悪いけど。大丈夫大丈夫。あ、次の、もう次のチャレンジの場所見つけて、今回のあのアイテムの箱何が出るかっていうの、俺こっち側探すわ。あれ、なんかこのステージ来たら俺一気に体紫色になったぞ今度。いや、もともと紫でしょ。あれ、そうだった。なんか青に見えたんだよ、うん、いや、紫ですよ。あ、そう。ええ、いや、青。いや、紫です。腹立つな、なんか。いや、正論なんだけど腹立つな、言い方は。所詮紫。
どこ、こっちねえな。ほっ、いってえ、なんだ。おお、あったらもう開けちゃっていいからね。はい、行くよ。はいよ、ゴー、はい、ビートルクイーン。あ、ちょっとアイテム台で取りたかった。ダメダメダメ、もうあと5分しかないから、そいつ倒してすぐそっち行かないと。必殺技のあれが欲しいよ。目の前にあったのに。次のステージ、うん、次のステージ、次のステージ5分ですからね。もうそいつを3分ぐらいで倒して次行かないと。もう山砂利もないから大丈夫だ。すげえダメージ入ってる。ちょっと待って、ちょっと強くない。君たち強くない、どういうこと。俺も入った、超ダメージ入れてるもの。タレット設置。もう見ろ、このテスラコイルの力を。シールド。あ、テスラコイル強いわ。もう一個タレット設置。おらおらおら、あらこれ痛い、サンが痛い。オッケー。さあこのまま次開けちゃって、あ、体力増えるじゃない、クイーンだ。ビートル出てくるよ、味方の。あれ、俺羽だ。本当だ、それ羽取っちゃっていい。じゃ、30秒。いやいや、行ってきていいよ。もうでも早く戻ってきてね。あ、でもあれだ、いやでもどっちみち開かない、開かないもん。もう開いたらすぐ行っちゃうからね、これ時間足りないから。ふざけるなぁ、しょうがない、今回の目的はあの箱の中身を知ることだ。3秒待って、3秒。いや、3秒だけ待ってあげるの、ほんとに。1、2、じゃあ線の中にいてね、まだダメだよ、線の中にいないとダメだよ。もうそこ出てたらすぐ行っちゃうから。8、9、90、1、2、3、そこ抜く、そこを狙ってる。5、6、7、8、9、走って、ふぇー、3、2、1。もう行ってたろ。いや、まだやってない、早くして。あ、じゃあ行くよ。怖いよ、はい、答えでいらねえ、これ伸びる、これいらねえ。ほら、もうあと3分しかない。あー、急げー、ゴー。でもこれなんか途中にあるんじゃないの、なんかこう同じ目を毎回3分。大体ね、箱の中入ってるから、あのコンテナの中。おつーさん、ゴー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 、急げー、探せー。ここらへん、ここらへん、ここらへん、あー、そこらへんね。俺もありそうなとこ行っとくから。ね、どういう箱、どういう箱。時間がついてる、時間がついてる。タイマー式ボックス、その多分2階にあると思う。そんなかない、場所ランダムなんじゃないの。いやねえよ。うぅじゃあもう一個違うコンテナ行って。別の場所で見たことあるもん。うん、結構ランダムだよ場所は。こっちかな、こっちにありそう。賛成。時間がついてる箱、こっちね、こっち。まあ俺も言ってるけど、足遅めんだから、ちょっとあまり。俺も足遅めんだから。ねえねえよ。はあ、ないぞそんなもん。お前まだあと2分ある。でかいの、でかいかな。まあ時間がついてる、時間がついてる、わかんない。でも入ったい、その前に死ね。え、あったの。いやいや、ない。どんなのかって、どんなのかっていう。ない、ないぞ。テレポーター見つけた。ねえな、ないよ。あと1分半ないな。必ずあるわけじゃないのか。いやー、ここは必ずあるんだけどな。あの上かもしれない。時間付き、時間付き、時間付き。じゃこの頃泣いてるな。あと1分、悔しい。今上見る。あ、こっちの方か。あったー、開けろ。イエーイ。どう、開いた。なんだこれ。おう、なんか時間過ぎてる宝箱開ける。プレオンアキュムレーター武器だ。なにこれ。おお、プレオン強い。やばい、なんか変なの打ち込んだ。変なの、変なの。武器みたい、あの装備品だった。装備品、見て頭の上にくっついた。あ、なにそれ。背中にこれくっついてるの。
プレイ。撃てるの？撃てたよ今。能力は？勝手に撃つけ。爆発前に近くの敵を完全に。おついちゃん白い眉を拾ったとかだよ。白い眉。あ、これあれですよ。飛べるやつ。ああ。エネルギーの弾を放つ。だって。こいつらに使ってもまだでも全然使えねえわ。ででででで。あ、忍者向きだね完全にこの子。タレットをどれだけ強化して置けるか。それでも置けるってことでしょ、タレットに能力引き継ぐってことは。あのねアイテムって書いてあるから装備品じゃなくてアイテムの能力が引き継がれるんだと。なのでまあ攻撃速度とか出血とかそういうのがあのタレットに乗る。ほう、その移動速度が遅いよ。待ってよ。移動速度そんなに遅いのか。だってあなたと変わらないもんこれ。歩いてるからねこれ。しかもこれ出血ガソリン、こんなのはハテナに決まってる。回復ステルス、すげえテスラ強い。あ、じゃあどこで戦ってんのそれ。上そんなとこ行けたっけ。その手前の扇風機みたいな。あ、飛ぶのか。シュッシュー。さらなる次元ボックスがあるのかな。強いね、でもそれは。これね、これボスに当てた時どれだけダメージ入るかだよね。高いところ登って大丈夫？あ、いいダメージ出てるね。今俺 HUD メガネ使ってたから。このテスラコイルがマジ勝手にチャージして勝手にピーンって打ってくれるからすごい強い。じゃあボス行きますか。そうしよう。 OK。ほら、ピリピリっつった。ほんとだ、テスラコイルが強い。待ってくれ。なんだ、足押せな、おめえ。どうした？痛い。まあ、でも、体力がちょっと高いんだな、550ぐらいある。さあ、ボス何？インプのどこだろうか。インプのそいつ？どこ行った？そいつは違う。そいつじゃないよ。隠れてんだ、どっか。あー、おついさんの方にいる？いや、もう俺死んじゃった。あー、出た出た。くらえ！ファイヤー！おー、すげーダメージ出てる。あー、すごいダメージ。回復！まあ、アニジャの攻撃もすごかったけど。シールド展開。ほほほほ、あ、やばいやばいやばい、狙われちゃいけないの、私は。おつさん、地雷ついたね。やばい。結構硬くないこれ。こいつ硬い。シールド展開。あ、やべ、すげえ。おう、透明。テスラのおかげでなんとかなったよ。すげえ、これは。あ、このシールド無敵だけど全部弾かれるな。中からは大丈夫なのか。やったか、まあ、やったか、まだ。やったな。地獄の門が開いた。地獄の門が開いた。ちょっと一緒に行ってくるわ。ダンテ行って。クロノ、クロノボブル。はーい、ほい、もう行こうぜ。テレポーター。その金で火力アップみたいなのってなんだっけ。金で火力アップはガトリングですね。肩につけられる。ほほう。金ガトリング。金ガトリング。使えるあれが遅いけど、でも確かにこれ手に入るならありかもね。高速、まずあそこまでは一気に行く。そうすればほら難易度上がんないっすよ。ああ。
戻ってたよ。前回俺それで死んだ。フルだ。結構結構でござる。そうか、自分自身を強化できればタレットに乗るんだったら、ほぼタレットが戦ってくれれば、そういうことだろうね。タレットいい ダメージ出てるよ、だって。うん、まだ何も乗さ…乗さ乗さってない乗ってないんですけど、イージー全回復して一時的なバリアを張る。へぇ、やべえじゃん。結構さ、じゃいいものが出ている説がね、イージーっす。赤色のやつがさっきから出過ぎじゃないの。でも王国のイージーっすよ、俺の場合は。確かにそっちのイージーっす。どこだ、あったよ。あ、山チャリあるよ。ガンガン行く。はい、ガンガン行こうぜ。倒した後の爆発欲しいな。え、持ってないんですか。まああれ、よかったら買ってください、ここにあるの。マジで買う。レベル2にしたい。高え。高えよ。高え、びっくり。回復が追っつかねえな。タレットって何、何個受けんのそれ。2個まで。ここに装備ある。装備品、まあ俺もあの必殺技が装備品だから、今あの時間のやつから上げた。この高さいいんだけどさ、ちょっどっかにストーンタイタンがいる、邪魔。開けますよ。ほい。カモンぬ。なに？マグマワーム。あ、嬉しい。あ、そっか。マグマワームですって。まだ。まだ。ああ。ちょっとなんかでも炎の撒き散らすようになってんな。うん。おい、って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 。タレット展開。マグワーム2体だね。いや、3体だ、ごめん。3体のじゃん。3体は結構だね。ファイヤー。3体は結構だね。3体は結構だね。やばいでしょ。やばい、俺もう。どこ削られ、あの、相性悪すぎなんだよ、俺設置する系だから全部。やべえ。狙えねえ、こいつ。やべえ、やべえ、やべえ、死ぬ。一回逃げたもん、一回逃げた。一回逃げて回復する。ああ、下よし、やめてください。やばしる。回復の手段が少ない。そうね、戦いづれ。まあでも、今回出たやつね、まあ、強いんだけど、そんな頑張って取る必要はないことはよく分かった。そうね、そうでもないっす。あ、皆さんさようなら。そうじゃ、あっ、あっ、やられた。あ、飛んでますね、いいですよ。140しかもう体力ない。これマグマワームに食われる虫みたいな。あそこにハエがいるぞ。何をだっつって、パクッつって。ててて、まずい。いやー、癖が強い。でもタレット置けるのは魅力があるな。タレットで、いや、置いときゃいいんだもんね。うん、置いときゃいい。で、あいつに乗せるだけ乗せれば、もうタレットが勝手に敵を倒してくれる。じゃあそういう予定になるわけでしょ。うん、理想はね。理想はね。でもね、こう、最後まで俺多分、あれだ、ほぼタレットに乗るものがないって。燃え尽きるよね、なんで燃え尽きんのこれ。
ガソリンとか。今回ちょっともう一回行きますか。そうですね。いいっす。うわー待って7000でしょ。あーごめんなさい、私全然ダメージ出てない。お前ーお前大概やな。ダメージ全然出てないですねこれね。おお桁が違うぞおい。うんこれはやばいね。あ戦士っていうのは使えるようになったね。戦士ってあれし、嫌でしょ。そうハントレスのこと。ちょっとじゃあ俺次頑張ってフントレスゆっくりとアイテムを集め火力を乗せていこうかな。まあ準備完了。結果的にそっちの方がいいと。火力マンになる。うんうん。いやーまあでもハントレスね。ただ遅いんだよな。もうこいつ自身のスピードを上げるもの。やっぱりこれ降りてきた時もう俺この姿。まあだってロボット。それで落ちてくるんでしょ。タイタンフォールみたいな感じかな。これまだ入ってていい。あ、E ボタン押してください。なんかもうこの子使ってる時は焦らなくていいって感じなの。自分で狙う必要もないし。もうこの飛んでるやつ俺倒せねえもん。タレットが撃ってくれてんだよねそれ。タレットが撃つっていう。どうする？また時間。あもう時間はいいです。時間いいんですか。まあの時間で行く時は俺こいつで行かないです。そうな、ハントレスかなんかにいた。うん絶対強かったんじゃろね、あの武器。あー強かったけど結構リキャスト長かったよ。おなんかお前の温かなか、ね、回復かな。え、お金の無駄。そうまあいい、笑ってまいますわ。早く稼いでくれたまえ。あー、ついてる。ちゃんとタレットにも早く。うん、あの今粘着爆弾ついてる。タレットに粘着爆弾がついてる。それはやっぱ強いな。だから乗せるだけやっぱ乗せればそのままタレットが火力になるのか。ガンガン乗せた方がいい。あと9ドル欲しい。俺も欲しい。いいわ、開けて。オープンプライス。開かないね。あと1足りねえわ。弾薬たーい。あ、弾薬たいんじゃない俺。この子、タレット出すと次のスキルクールダウン結構時間かかるから。あー、それはいいね。今のうちに俺がいろんなビルドを試して、アンジャの時に使えるビルドを渡すと。絶対。使えそうなビルドを探っといてね。花火の束。あ、お釣りさんが出してくれたやつで、ここに入れば回復する。回復しちゃう。いらねえ。ちょ待ってお釣りさん出したら敵も出るじゃん。森の祭壇71。なんだこっちも。あるかなーって思ってきたけど、勝手に倒してくれる。何もなさそうな雰囲気だな。何もなさそうな雰囲気ですよ。何もないの帰るね俺。ボスと戦いたいです。後ろです。もう場所 OK ですけど。待てーボス。でも一応なんかそれ浮きながら何移動してんの。どう、いや背中からボボボボボってて普通に落ちるでしょこれ。タレット設置出します。ビートビートクエイン。危ねえ。
レット火力高えな。ほんとに。もっと3つぐらい置ければいいのに2つまでしか置けねえな。あーでもすごい火力。なんですか。死にましたね。おい、対戦時ストレスキットステアウスボール。あーまだちょいちょい開いてない箱があんの。私が手を下すまでもない。ここいたってね。あそこ、あー円の中入ってください。おつじさん、ちょっと待ってください。ゲージの溜まりが遅いんです。おめえは働けよ。お前何か通ってんだ。おめえタレット以下か。でも、射程範囲に入ったら勝手にやる。あー、撃つっていうタレットなんだね。確かに、確かに、確かに。これでもみんなこれになってタレット入ったら割となんかこう強いかもしれない、うん、でシールド貼れば。まあポタル取れるようになったんで、アイテムがいくつか。アイテムー、何これ。周囲の敵はアイスストームで倒すっていうのが出た。わお、なんだこれ。なんで何が出た。エイリアンの頭、スキルのクールダウンを減らす。お前はエイリアンだったんだ。俺エイリアンだったのか。え、みんなよければ。あーちょっと待って。みんなよければ。この洞窟の中もやった。洞窟の中見たよ。何もなかったよ。みんなよければ。オッケー。おつじさんも。いや、まあーだからこれ回復。アイスストーム。もういいや。オッケー。アイスストーム、すげえな。アイスストーム自分の周りに出るわ。アイスなストームが。そして対戦時のストレス、クールクールダウンな。誰が一番いいんだろうな。みんなそんなクールダウン。まあでもおついさんのキャラクターのね、ソニック部分はクールダウンがあるといいかもね。そうだね。お、ここに装備品がある。俺を攻撃しろ、やめろよ。なんだこれ、どういうことだ。敵どこ。下か。下。もっといっぱい敵がいるとこがいいな。目玉みたいな。暗いか。近づくんじゃねえよ。俺のアイスストームを食らいてんのか。待ってんじゃないよ、そこに駐車金取るの。88、装備品欲しいな。駐車機欲しいだろ。だって駐車機は欲しいね。だって俺それがタレットに乗るからさ。やらねえよ。くぅ、ダイヤモン勝ちだ。ダイヤモン勝ちですよ。お、回復だ。いいね。あれだ。あ、でもあれだっつった。93%。注射器のプリンターだ。なに出た。俺は HP85 しかない。死ぬかもしれん。さよなら。アニジャの分まで回しといてあげる。注入液、敵を倒すとヘルスが 100% になる。プリンターっつっても白でしょ、確か。白よ。白のやつ持ってきて。よし、とりあえず4本これで。注射器4本の力を見せてもらおう。はいえー、タレット、はいえー、たまってー。タレットのレートも上がるのか。うん。あとここには移動のがある。全然こう、回復ドローンの存在が消えたよね。そうね、レア消えたね。ルナコインおぉ。あれ白だっけ。白だよ。ここね、ごめんね。頑張って、頑張って白集めてるか今。そうすれば俺はもうただこのガトリング打ってるだけで勝てる男になれるはずだ。
それコマンドでよくねっていうのはやめとこうか。ガトリングの方が多分レート高くない？いやまあね、レート高いけど、ただ近距離専用っていうイメージ。あ、ヤマチャレだ。ヤマチャレ、ヤマチャレオンにしとく。あ、ここにあれがある。プリンターどこだっけ。プリンターはもう俺離れちゃったな、こっち側。結構開けてるじゃねえの。あれこれじゃない、俺にも白をくれ。ちょっと駐車切るとこだって。うるせえぞ駐車切る。早く早く、それしかないんだよ俺には。俺にもそれしかねえ。まさかおつさんその通り道の箱開けてねえな。よしよしよし、くれるとか。ちょっとこう旗から見たら怪しい言葉しか言ってない。どこ、緑か。おつんたちがいる方これ。オッケーベイベー、カモン。あ、なんだ、兄者注射器ここ開けてなかったのか。もらうぜ。結局ね、マネーが出なくて。パレット意外となんか数多くない？あ、いや、バラバラに置いてるだけ。今もうそのタレットめちゃくちゃ早いから。ここに出てきた時は即スッスッて取れるんだよ。俺これスッて取れるんだよ。なめなさい。注射器3本。あらよ、これ今まで3本ぐらい取られてるから。あげただろ、ちゃんと返して。あー最高、タルト早い。これもタルトマックスにしてば俺も。オッケー、来たねこれは。注射器6本の力だこれが。おめえ6本は積んだな。これってアイテム、音が違う。音が、俺がタレットだ。おい誰だ俺の背中に。落ちてだろ。アジアにつけときゃいいじゃん。ちょ、アジア動かないで。近づいた敵はもうだ、敵に近づくのそれで倒せるから敵。突進のやつでぶつかった瞬間に敵ボカーンってなるよ。バカやろ、後ろ映ってるから当たっても意味がねえ。ああやめろ。おおさあ、あれどこだっけな、自分でマークして忘れちゃったよ。結構端っこの方だったらやべえぞこれ見つけないと。装備品があるよ、見えた。白い眉でございます。いらないです。あ、いるっす。うっさい。あ、なに自分で使うの、すごい。とりあえず、あ、そういえばコインあるわ。いいじゃん、出た。え、それ取るの。なんだっけ。それモロハの剣だよ。あ、ねえ。俺が取ればさ、でもタレント強くして俺無敵になれるじゃない。だから言うの遅いよ君は。本当に君は本当に言うのが遅いんだ。いやだから今回兄ちゃんも火力が高くなってて、別に体力多いからさ半分になっただけ。君は本当に言うのが遅いんだ。一回自分で取りなと言っておきながら。話が違う。あ、でも火力は半端ない、火力半端ないし、火力と練習が半端なくなった男だ。いいと思いますよ。そういうもんだし。どこ、どこらへん、すっげえ端っこの方、すっげえ端っこの方、こっちかな。うわぁ敵は出てきた。マジでちょっと HP が200しかない。あ、一応、あ、200か。これ200かな ?400 かな ?400 なのか、多分400だよ、それ。ほんとは800ぐらいとか1000ぐらいあるはず。確かこっちら辺だったはず。あ、そうだ、こっちら辺。はいよー。あった。触るよー。いいよー。タイトーン、タイトーン、ヤマチャレ3体。いい、いった。見よ、我がこの火力を。私たちの火力を舐めるなよ。
ストームタウンゴーレムの溶け方が尋常じゃないこれも溶けるこれやっぱどこ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 なんじゃこの溶け方30とかあーいたいいた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 なかなか痛い終わりギターめっちゃ出たギター最高欲しいこれウクレレ全部お前まとめれば最高いいことになるんじゃない俺、うん、あ、じゃあでもオッツの方が強いウクレレはあ、じゃあ俺もいけオツレレオツレレでソニックブームした瞬間勝ちだ俺垂れてでもいいと思ったんじゃねすげえ連鎖が起きるんじゃねえかなって確かに怒るでもほら、まあ、タレット移動できないからさそれは確かにそうなのちょっと DPS 落ちちゃうな遠くにいるときと虹がすごいオーラまとってるんですけどおい総務だよ総務虹はもう契約してるから契約したんだ契約してる契約しちゃった魔法少女になっちゃった永遠に打つものとしてね気持ちいいんだよね音これ聞いてチャージするときの音チャージするときの音マリオかよ開いたか行こうかうん特になんもないしなエンジニアもはや自分で歩かないんだそうだよ飛んでるもんでも飛んでるじゃん別に崖とかあったらそのまま落ちるから推進力ねえやつだな自分を浮かすの精一杯お来たショードショードここ分かりづらいねまあ、新マップだし。こっちか？とりあえず、敵が湧きました。これ、契約したらやばいな、俺。ああ、ちょっとこのタレット頑張ってくれる感じいいな。もうカメラ役に徹することができるから。自分も火力出せって言われた。動画が楽か否かっていう。悲しい。エリートロー！エリートロー！今なんか攻撃されたら俺たちやられちゃうから。バカ野郎どもが。あ、俺。果物で回復できるから何じゃこそ果物が必要勝手に戦ってくれるからなやーべインプが速攻で溶ける高度火力折れるぜいざスイカジャンプ可能になりましたよいしょあ、上にある上にもうあれがスイカジャンプできないんだから待ってよテレポーターもうあんのテレポーターもうあるマギウサおミサイルマークまあでも要は今持ってるアイテムが2つ分になるってもんなんで3つ分かタレットと自分合わせてクイーンの1位人が食らわない限りなんとかなるあークリティカルあーまあでもそうもうアニジャも今 DPS だからなクリティカルってどういう時に出てんのこれたまに出てるあーその赤い文字はクリティカル全部あるよ契約するものが契約今1回したもう1回あやばいあやばいタイミングで契約しなかった今契約してないから俺大丈夫契約してたら多分死んでる契約して回復したコーンとか90何パーなんだけどさ回復する手段がないのにああやっちゃったー知らなーいどうした回復する何かない回復する何かない回復する何かやべえのに見つかったああテレポーター開くか。せーや、回復する何かが本当に欲しい。火力が出てもこのままでは俺は消える。消える。いつの間が消えてる。すぐ消えてしまう。どっかに宝箱ない？ないよ。あ、たくさんあるこっち。本当だ。宝箱の山やスプリント速度いらねえそんなもの。
救急箱とか。あの救急箱の中多分いいの入ってる。シールド。これこの中必ず救急系、回復系入ってる。消えない。ああオッケー、ダメージだったら回復する。少しはこれでないよりマシ。ハゲワシの目覚めないぞ。なんだろう、倒したエリートの力を一時的に盗む。何それ。なんだ、ハゲワシじゃん。ハゲワシじゃん。エリートってことは黄色いやつだよね。かな、まあ強いやつらの能力盗めるんだね。盗む、すごいなそれは。倒したけどすごい、もう俺のタレットロケットランチャーもついてるから。いや、これ取ってもだよ。宝箱がなきゃ意味ねえんだよ。もちろん。コーンと取りやがって。こっちにもあるぞ。こっちにもあるぞ。あ、あったあったあった。すごい。ほら、赤のムチあるじゃん。俺、タレットが戦ってればずっと移動速度を上げて移動できる。マジかよ。活力の着物だ。止まってりゃ勝てる。これで走行貫通弾も手に入れた。止まってりゃ勝てる。あー火力出てるね、確かに。回復フィールドー来るぞ、うん、あ、装備、装備1、装備だ。ということはこれあれ、持ってかれるやつだ。羽しか持ってねえぞ俺。俺もう果物しか持ってねえから。こいつが回復しても意味ねえんだよ。意味ないね。羽持って帰ったら。あ、ここなんだ。あ、羽か。結局また結構回ったこれ。結構回った。あーごめん、じゃあ回復取っちゃった。いよいよ。あ、これあった方がいいんじゃない。じゃあブロックするから攻撃。なんじゃ。ああそうだね。これは何、それ何パーの確率かでこうブロックしてくれるか攻撃を。緑か。あ、それはじゃん、あの羽だね。羽はなんだっけ、ジャンプ回数。ここにスタンがあるぞ。回復フィールド。あー、ここにも装備がある。装備品ドロー。ういー最強。マジタレット強え。タレット最強伝説が始まってしまった。あー強い。もうちょい乗せられればさらに強いんだけど。スタンみたいなのがあるな。装備な、装備なんかつけて強くなりそうなのないの。これこれこれ、敵を倒せば回復。やった、注射器ゲット。素晴らしい。当てないにしてみる。運回すわ俺も。あーとこれも取っていい。アニジャアニジャを育てるかい。その回なんかいいの出たら欲しい。三連続、五連続。俺が、あ、いけんの出た。あ、それはあなたが止まって回復。それか俺が止まってこう回復フィールドずっとです。まあ、とりあえず活力のキノコがあればなんとかなる。活力のキノコが増えれば増えるほど俺は回復する量が増えるから、回復毎秒みたいなのが増える。どうしようか。さあ、狂気の沙汰に入ります。向こう行きたいんだけど、だいぶ遠いよねこれ。どっかからジャンプで行けるかな。なんもないや、こっち。こっから降りれる。あら、行った。大丈夫かい。大丈夫。ここさっき開けたところか。そう、すげえ音がすんの。あれ何、タレット食ってんの。そう、こーわ。我がタレット今注射器6、ロケラン1。すげー火力出てるもん。勝手に数字だけが。あ、落ちた。こっち来てくれてたのか。やつらだけで勝手にこう上がってくるの。ガードリングマン出てきたな。準備できたら行きましょう。置いとけばいい。我が第三のタレットとなろう。で、これでシールド置けばこう。で、これ気をつけてね。なんだろう、ディスティニー2と同じって。いや、中だと、そう、中から撃てるけど外からは弾入らないから。あ、すげえ最高じゃん。俺もこの中に行くわ、うん、そしてこうやって俺がブーンってやっとけばタレットも HP 回復し続けるってこと。そう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 。タレットは壊れちゃうから回復していっといてくれれば。アニジャの周りにタレット置いとけばいいんじゃん。アニジャもタレットになる。
かそういう考え方かな。ボンボスいいんじゃない。いきます。行ってください。ほい、クレイ・デューン・ストライダー。こいつか。怖いから俺離れるね。すげえ削れてる。遠くに行っちゃった。あいつどこ行くの。いや登ってくるつもりだ、向こう側から。まあでもなんとかなってるわ。すげえダメージ出てる。あ、凍った。何よいしょ。あ、横のタルトが、あー、タルトたちが壊れている。腕、俺あれ、1体じゃねえな、これ。これえ、これ1体じゃなくね。そんなことない。分からん。あ、1体じゃないね、ゲージがおかしいもん。うん、ゲージがおかしい。おいで、でもすごい距離でこっちは倒したね。1体破壊した。燃えてどこだ。あ、こっちにいる。なるほど。下にいる。本当だ。タレット置いてくる。はいはいはい。タレットを共に回復しよう。よく横に置いてやるよ。ちゃんとね、近くにいるサポート機。ヘリカタを見る。ヘリカタやばいやばいやばい。おっと、どういうことだ。どういうことだとか言って押されてる。あ、いや吸い込まれてた、こいつに。吸い込まれてる、大丈夫。タレットは吸い込まれないから。うわははははは。あー、燃料電池だ。3つも。ちょっと待って。燃料電池なんだっけ。あ、1個取った、この人は。何も言わず。何持ってんの今、おつゆさん。え、燃料、必殺技は、装備品は。装備品、今、なんか、タレット呼べるやつ。タレット呼べるやつ持ってる、うん、何タレット呼べる。バックアップってやつ。何それ。それじゃあ回数増やした方がいいから全部持ってっていいよ。そうだね、俺大したもん持ってない。俺もごめん、果物だから正直どうでもいい。回数増やすとは死なない。行こうか。行こう。ネクストワープ。いいじゃんそれ、めっちゃタレット呼んで。タレット呼んで。タレットってドローンか。あ、やばいやばい、早く呼んだよ。ほんとすげえ近接に弱い。ドローン呼べます。うん、ドローン多分それで3回ぐらい呼べるようになると思う。こんな感じで呼べます。あー、え、この飛んでんの全部それってこと。そう。最高じゃない。それ黄色いやつ3体出てんの俺。あれ奥にストーンタイタンいる。え、ということはだよ、タレットにそれつけてたら相当になるってこと。タレットにつけてたらタレットがまた呼んでくれてって感じ。あ、タレット装備品でしょ。うん、あ、装備品だ。あ、あのドローンにつけたら勝手に毎回呼んでくれちゃう。それはなんだお前、なんで後ろにビーム出るんだこの野郎。こいつ弱え。アンジャが強すぎんのか。来ました、俺このファイヤーウィスプを手に入れれば。回復フィール。いやー、ファイヤーウィスプしたいけどもう赤の鞭を頑張っ積めば俺もう移動できる。火力がやーべ。気持ちいいぐらい切っていくスピードで。うわーい、打ちまくれー。こいつ目覚めちまった。うまく乗せられたところ。このビルドは強い。ウィスプどうする。それウィスプにするか。でも赤の鞭が欲しい。ウィスプって燃えるんだっけ。そう、おついさんが手に入れたら強い。おついさん行こうか。おやせ、やっちまえ。やめろ、インプやめろ。イーム、近接に弱いから俺。ケイ、あ、ウンチャレがある。ウンチャレの手前になんかある。ウクレレあるぞ。ウクレレどこだ。アニちゃんが、アニちゃんどこだ。あ、あっちか。もうちょっと無理すんなよ。プリンタークリティカルメガネ。クリティカルメガネは、あ、でもこれ俺ここでやると消える。あれが立てないしてみるか。バラのバックラスピント中に受けるダメージを減らす。そう、それはね、おついさんのキャラクターとの相性が。おついさん移動しながら打てるから、あいつは走りながら。あー、タレットちゃんやっちゃって。タレット火力なんぼ出ねー。よいしょ。クリティカルか。でも今やっちゃうともう俺も、はい、ね、注射器が入って、注射速度消えちゃうんから、もういいかな。お
こんなとこに4526の箱がある。おほ出た。でもなんかそんないいのが入ってる。俺じゃあお金貯めるね。スタンドか。くらっ。なんか随分と火力を出せそうな雰囲気だね、こいつ。リザード一人ぐらいだったらすぐ倒せる、俺。お金貯めると言いながらうんちゃれしちゃう男。運命のチャレンジ。ですね。もう運ねえな、俺ら。もう尽きてきてるね。あ、クリティカルメガネ。いやー、しかし気持ちいいぐらい。あ、ちょっと待って。あーい。あ、いや、あ、いやいやいや、そういうビームは良くないな。ナイス回復フィール。ユーティリティ持ち位置が真相だぞ。大丈夫大丈夫、本当に追われてるよ。あ、危ない、追われてる。あ、危ない。ここにミサイルドローンあるよ。欲しい。すごい、炸裂してるね。炸裂取れるわな。ただまとめがないから、まだテレポーター、はい、よ。あとここにもドローンあるよ。ドローンよ、我が前に金足りん。4000貯めてみるか。いろいろ探しとくよ。ここにもドローンある。ミサイルドローン、ミサイルドローン。もう本当にもはや俺よりタレットの方が強いわ。そういうやっぱビルドじゃないとむしろって感じだね。いや強くなってんな、アリジャが。さすがにそのルナコインで出たやつは相当火力が上がるからね。犠牲にする代わりに。はい、我々は捨て去らねばならない。邪魔な川を。俺は戦うことをやめた。俺自身やめんな、やめんな。俺自身が戦うことをやめた。金は1000円ぐらい保ったけどな。ドローンゲットしとくか。2700ぐらい貯まった。で、まあもうテレポーター見つけてるんだけど、あ、戦のがちょっとこっち来てほしいかも。あー強いね、これはね。スイー、一体やべえのがいる。あれはやばい。あいつの攻撃クラウド吹き飛ぶぞ。我を使いたまえ。いいぞ、撃てー。3000まで溜まった。あー、タレットたちよー、グッナイ。うんない。数すごいな、おい。うん、これやばいよ。いや、まあでもね、ほら。あ、すげえ砕けてく。そいつが勝てえから、こいつ勝てえ。こいつの攻撃気をつけて。危ない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 。いやー、減ってない減ってない減ってない。そいつ勝てんのよ。勝ってこれ。タレットがピューピューにさせた。勝った、こいつ。そいつやばい。そいつのタブクラウトやばいぞ。相手吹っ飛ぶからな。混乱させた。よし、撃て。しかし我が火力の前には、ははー、来るぞ。4100。死んでる。気のせいか、自爆って書いてあった。あ、びっくりしよう、やめて。おっつんが死んでるのかと思って。大丈夫大丈夫。無言で死んだのか。おお、いった。はい、もう今ので死んだのかと思った。金手こう。おい、やめて。よし、溜まった、俺買ってくるわ。オッケー。どこだっけ。こっちが行ったんだよな、アニジャツ。ここいろいろアイテムあるな。タレット、タレット。あ、テディベア。タレット、タレット。ち
シールドいいね。シールド。ここか、ここだ。さらなる火力をでも積まないともうどんどんきつくなっていくからな。開けまーす。ちょっと足りない。倒して。はい。あ、よし。取っちゃったよ、もう。いや、俺は取った。大丈夫か。大丈夫。今一生懸命、風出るから。ナイスー、オープン。ん、なんだこれ。あー、フックでした。まだフックいいか。フックいいじゃん。タレットが勝手に集めて、ウクレレしてくれるし。準備 OK です。どこだっけ、どこだっけ。こっち側なんだよな。あったあったあった、こっち。やりましょう。開けるよ。来ます、ストーン、タイタン、ストーン、うーわ、リンサー。とりあえずそいつら速攻でやるわ。はいよ。生き延びて、生き延びれば大丈夫。無理だよ、ついちゃう。なんでだよ。アニジャーもこっち来てもらって、なんとかはなっている。やば、素晴らしいシルバー。もう少しで切れる。やばいやばい。回復フィールド。スンビーム、ビームいった。あ、あ、ええ、あの人見ました。今のところタレットがこうどうにかしてくれる。その中で戦いたかった。何が起こったかも分からず、角度的にね、ええ、後ろからずっとやられた、うん、このゲーム驚くほどあれだよね。びっくりするほど死ぬときはあっさりですからね。そして何で死んだかもわからないまま死んでくる。結構楽しい火力出てたのにな。ふっ、はい。透明になってるのに位置予測されるこの怖さ。火力出てるね、でもその爆弾みたいな一応ね。あ、減ってる減ってる、結構減ってる。俺も減ってるわ。あ、やばい。ただね、やっぱりじっくりビルドを組んだところで癖が強すぎのような気がする。お邪魔しますね。バカビルドね、君にはまだ早い。俺みたいにおとなしく火力前衛で出してほうがいいんじゃない。楽だもんあれ。ブオーって。いやー、なー、これは、いやー、なにそれ。一瞬どうだ？あー出してるね、アニじゃねー。30万だって。松井さんと俺同じだわ。やばいね。いいよ、30万。これはすごいね。ていうかもう装備のやっぱ言われてるの数が。あ、まだそんなでもない。やっぱほら半分にしてから自分の HP を。あ、そうね。あれはでかかった。まあでもロボはそれが必須、これはっていうのはいるよね。ルナコインしていくべきだね。まあ、積極的に、ね、いいね。はい、ということで今回ここまで。なかなか面白い戦い方ができるようになってきましたからね。次回もお楽しみに。ほんじゃまたな、またな、またね。